稲田橋は、新潟県上越市稲田2丁目東本町5丁目の関川に架かる上越市道、四つ辻町稲田橋線の橋長227メートルの桁橋。古来より、関川の川口部は、直越の港が開かれ、道地付近に北陸道が関川を渡る橋として、いつの頃からか大架橋が架けられていた。1610年堀市が開駅されると、 松平忠だてるが福島城に入ったが、1614年に福島城を放棄して高田城を築城すると、高田の発展のため大河橋も破棄された。大河橋が破棄されたため、北陸街道を利用する者も、直江津から高田まで約6キロメートルの迂回を強いられ、直江津の発展は立ち遅れた。高田から北陸街道が荒川を渡るところに荒川橋が、 現在の稲田橋よりやや北に架けられ、上り下橋の名はこの通りが、青田川を渡る橋に使われて、現在に至る。このため、稲田橋は、江戸時代では、現在の上越市の関川に架けられた唯一の橋であった。1710年に橋町69メートルの橋、1747年に橋町84メートルの橋、1766年に、 橋長95メートルの橋が架けられた。1882年橋長100メートル、福音4.5メートルの目標。1893年8月に橋長87メートル、福音4.2メートルの目標に架け替えられた。1955年6月22日に、それまで橋長98.1メートル、福音5.4メートルの目標であったものが、 橋町97メートル、福井7メートルのコンクリート桁橋に架け替えられた。1982年9月13日に台風第18号のため、関川流域では大規模な水害が発生したことから、河川激甚災害対策特別緊急事業によって、関川の引き引下げが決まり、これに合わせて架け替えを実施することになった。 当時の協梁管理者の新潟県でも拡幅計画があったことから合併施向として建設省、北陸地方建設局長と新潟県知事間で1984年2月22日に協定を締結した。施向主体は建設省として、総工費は27.5億円は両社で分担した。仮設にあたっては交通の確保のため、原橋の上流に仮設した。 取り付け道路は、急遽を共用しつつ施行するため片側ずつ施行した。新橋は1983年度に、下部校に着手し、上部校に1985年度着手、1988年11月に共用された。ありがとうございます。